こんにちは、チーフのミラです。4月11日、本日のフロンティア TV を始めます。今日もですね、夕方から私のみ都内の出張、ございまして、今週はですね、第2水曜日なので13日はお休み。私は14の夜帰ってきますけれども12、14もですね営業はしております。13日ですね、こちらだけ定休日なので注意していただければと思います。さて本日ですね、360度ストリートビューの物件が入ってきたり、土地の減額情報、新着賃貸物件と入っておりますが、一つ見てみましょう。新着賃貸物件、アイデアルスポットという物件ですね。56,000円。こちら3タイプありますけどね、今回は1階 2DK タイプ、市立病院まで 300m、 大型スーパー 650m、 設備エアコン、追い焚き、シャンプードレッサーなど充実、24時間コールセンターもあり安心ですね。ただ学校がですね、吉田小学校24分、吉田中学校26分、子供が歩いたら30分ぐらいかかるんじゃないかなと思いますのでですね、ちょっとそちらが遠いかなっていう気はちょっとしますね。はい、市立病院の近くの物件、アイデアルスポットですね。はい、こちら富士見バイパス近いですからね、買い物等は車があれば非常に便利な場所になっております。気になった方、動画等ありますのでですね、チェックしていただければと思います。はい、では本日のフロンティア TV を終了します。先ほどお話しさせていただきましたが、次回更新は4月15日予定しておりますので、よかったら見てください。では本日のフロンティア TV を終了します。ご視聴ありがとうございました。